頭巾のいろいろ頭巾頭巾は被り物の一種で種として布を体型にあるいは折りたたみ頭部や顔面を覆い包むものまたトップスト頭巾が一体化しているものもあるこの場合頭巾部分は英語名からフードと呼ばれる風雪干渉や土ぼこり砂ぼこりなどの障害を防ぐためであったり人目を避けるために用いられることが多い日本で広く流行したのは 江戸時代からであり、武士、僧侶、一般庶民と幅広く用いられた。気有商乱や、江戸職人づくし歌合わせなどを紐解いてみると、頭巾の種類として30を超える種が認められ、形、名称ともに、個性的なものが多数存在していたことが伺える。形状で大別した場合、丸型、角形、袖形、風呂敷形に分類される。 フード付きの衣服としてはパーカーが代表的で、他ジャンパーやダウンジャケット M51、M65、レインコート、レインウェアにもフード付きのものが存在する。円形の布のひだを取り、袋状をした基本的な丸頭筋、これを大きくした崩落頭筋などが代表的で、用児などに被せる大国頭筋などもこの形状に分類される。 後方や左右にシコロを取り付けたシコロ頭筋、くまさズ頭ン、前面に覆面フを取り付けた、覆面頭筋、気マまマ頭筋、猫頭ンなどが派生して誕生した頭ンとして知られる。四角形の体型をした頭ンで、基本的な角頭ンのほか、シコロを取り付けた、双十ズ頭ンなどがある。細長い肩袖型の頭ンで、頭部から背中にかけて、広く覆うカラムシカン頭ンなどが、代表例。 織田信長などが使用したことで知られている。江戸時代には、武士の清掃として流行した紐を結んで着用する山岡図金なども袖形図金の派生したものである。五甲素祖図金四角形、または長方形の布を用いて、頭部と顔面を包む図金で、一般に女性が使用しており、五高祖図金、風呂敷ぼっちなどと呼称された。戦時中には、 防空図巾として、面を厚く入れたものが広く用いられ、戦後も防寒、防雪用図巾として用いられ、現代では三徳図巾などと名を変えて、秋田県などに今も残されている。ありがとうございます。